そういうフィルターが、フィルター式レンゲとフィルターじゃないレンゲと2つあると、スープはスープで楽しめるし、あのちっちゃい具はちっちゃい具で楽しめるっていうレンゲがついていて、すごい便利。まあ今日はフォークで、まあ電子レンジご飯を食べちゃうんだけど、たり被災地にいる感じなんですけど、この前食ったダイニングで、でついてた、あの料理についてた、そのそういうものっていうか、まあおまけでついてたので、海苔がついてたんで、このね、この海苔、で、箸じゃなくてこのフォークで、あの海苔食えるのかなと思って、ああ、海苔をこうご飯に巻いて食べるって、箸じゃなくてフォーク、まあいわゆる英国式のフォークで飯を食うっていう、あのもんでできんの、箸の使い方おめえ知らねえのかよっていう感じなんですけど、まあある程度、まあ邪道な箸の持ち方はできるんですけど、ラッキーとか思って、味付け海苔ご飯を食べちゃおうっていう、あの持って帰っちゃって、これね、こう乗っけて、どうやって食べるよね、これ箸だとくるっと巻いて食べれるんだけど、チョップスティックね、チョップスティックだとくるっと巻いて食べれるんだけど、こうやってどうするっていうな、こうやってな、こう押し込んで、できねえよね。ああ、それじゃご飯だけ取って、ご飯をこう取って、おいおい、チョップスティック使えよって感じなんだけど、まあこうご飯を取ったら海苔を置いて、そんな面倒なのかよ、フォークで味付け海苔食うのってっていう感じなんだけど。こう乗っけて、そんなバカなっていうな、おい、そんな面倒なことしなきゃ味付け海苔でご飯が食えねえのかっていう、こうな、巻いてな、でこうこうなんやろっていう感じなんだけど、ちょっとふりかけがあと味付け海苔が足んなくて困ったら、これをふりかけにしようかなとか思ってな、鶏ガラスープのもんと、おいおい、それでいいのかなっていう感じなんだけど、で、まあこれね、あ、これだ、これで、鶏ガラスープのもとで簡単に言う、あのドブルに入れて、これを高野豆腐、これね、これをパッと入れて、それで、まあオリーブオイルかセサミオイルでごま油を照らして、じゃあこれを入れて、あの唐辛子とか振ってな、で食べたら美味しいかなと思って、これ結構たくさんストックしてある、なんていうのかな、サプリメントね、まあ学校給食で出てくる勧誘、懐かしいなこれ、ね、グミみたいなんだけど、食いすぎるとちょっと調子よくなりすぎちゃうんで、なぜかっていうとビタミン D っていうのがあって、ビタミン D があの体内にあると、まあ日光を浴びるとビタミン D 摂取できるんだけど、私シミとか嫌だから外出たくない、日にお日様当てりたくないっていう、まあ女子もいるかもしれないんでね、あんまり長時間これでビタミン D が、ビタミン A もかなり入ってる、ビタミン A っていうのはあの呼吸器系に結構良かったり、他にもいろいろあると思うんだけど、各個人で検索してみてください、ビタミン A と D の。ビタミン A はまあいろいろ他にもあるんだ、朝食うとか、まあ1日2個ぐらい食うっていうのは、あのうつ病の予防にもなるし、本当なんだそれな、うつ病の予防とか、うつ病改善になる、結構あの落ち込んだ時にね元気になる、こんなもんでなーとか言って、こんなもんというか日本では意外と勧誘ドロップなんです、これ結構これはお得サイズで昔ながらだから、これで十分だと思うんだけどね、懐かしいよね、でこれを朝の補給に味付け海苔で食べちゃおう、あんま細かくなく
いいこの切り子だと思うんだけど、切り子をいただいたんでフリマでね、ご自由にお持ち帰りくださいって、ありがたい切り子っていうのかな、まあ、和風のギヤマン細工っていうか、これもあの日本酒入れるのにね、酒を入れるのに、で日本ではこういう風に神棚っていうのがあって、神棚、うん、神棚に毎日お酒を入れ替えてお祈りして仕事に出かけるっていう、仕事あんのかって